何事？助けなきゃ。ここか。シャロー！あ、アルカ。シャロー、大丈夫か？え？鍵がかかった？何これ、開かない。ルカと閉じ込められてしまった。困ったように言ってるのに笑ってるよ。情緒不安定になってるよ。すみません、困ってはいるんですが、ルカと二人きりでいられる喜びが隠せませんでした。くそ、外からは開けられるけど中からは開けられない部屋か。誰がこんないたずらを。天使のような方ですね。シャロ、何でもありません。ひとまず気を落ち着けましょう。そうだね。お茶を用意してあります。は？本当に閉じ込められてたの？はい、ルカとお茶をと思って準備をしていたら閉じ込められました。おかげで誰の茶も入らず二人きり。シャロ、幸運な、いえ不幸な事故です。あ、ロシアのお菓子もたくさん準備してあります。どうぞ。シャロー！ It was at this moment that he knew. He fucked up. 本当に事故？私はめられてない？やっぱり、ルカには嘘がつけません。ルカと二人きりになりたくて、この部屋を用意してもらいました。迷惑をかけてしまってすみません。いや、迷惑ってわけじゃないけど、この後バンドの練習があるんだよ。遅刻したらユッキーに怒られちゃう。歌うの女がシャロとルカの邪魔をしようとする。落ち着いて、まだ時間あるから。とりあえずこの部屋から出よう。出られません。え？シャロが満たされるまで出られない部屋です。待って待って、この部屋ってどういう部屋なの？ 31E の鍵職人さんが提供してくれた特別な部屋です。大切な人と邪魔が入らない部屋で静かに過ごしたいです。わかるよ、その気持ち。あたしに任せておきな。あの人からはどうしてか分かり合えそうな雰囲気がしました。リスザッチ！混ぜちゃいけない二人が仲良くなってた！ No, God, please, no! すみません、シャロはどこと静かにティータイムを楽しみたかっただけなんです。そう言ってくれるのは嬉しいけど、こんな強引なことしなくてもいいんだよ。ですが、31Eのよくランニングしている人も言っていました。ルカは他の人たちのことをよく理解しているんですね。シャロがここまでしたんだし、とりあえずお茶にしようか。ルカ、バンドの練習に遅刻する気はないけど、シャロとお茶会を楽しむ時間くらいはあるからさ、シャロを満足させてみせるぜ。ではまずはロシアンティーを。
甘いジャムをスプーンで口に含んでから濃いめの紅茶を飲むやつだよね。スプーンは別々だよ。めちゃくちゃ不満そう。これがプリヌイです。クレープのようなものでしょうか。もちっとしてうまい。こっちはセルニキーです。 31X のみんなも美味しいと言ってくれました。異文化交流食事編のやつだな。クリーミーでチーズの風味がうまい。ルカに喜んでもらえてシャラは幸せです。アーンというものをしてみてもいいでしょうか。え、いいよ。アーン。ルカがシャロに無防備な姿を。シャロ早く。うまい。ルカの唇に指が。ああごめん、当たっちゃったね。シャロはもう死ぬまでこの指を洗いません。洗って、とお返ししなきゃね。はい、シャロもあーん。ルカがシャロにあーんをしてくれるなんて。シャロ、それ私の指、食べちゃダメだよ。真っ赤だよ、シャロー。すみません、刺激が強すぎて。ところでシャロー、この部屋ってどうやったら開くんだっけ。シャロが満たされるまで出られない部屋です。ティータイムが終わっちゃったけど部屋から出られないね。そうですね。ルカはそんなに部屋から出たいのですか。うん。もしかしてまだ他の女のことが気になるの。いや、そうじゃなくて、トイレに行きたい。どんなルカもシャラは受け入れられます。それに私がトイレに行けないってことはシャロも行けないってことだからね。それは困ります。ルカの前でなんてまだ早いです。いや、そんな未来ないよ。でもシャロが満たされないと部屋の鍵は開かないですし、どうすればシャロは満たされるのでしょうか。自分でも分かってないの？こうして二人きりでいられて、シャロはすでに幸せなのですが。もしくはルカが他の女を気にすることがなくなれば。怖い怖い怖い。とりあえずシャロがやってみたいことを片っ端から試そう。シャロがやってみたい。そんな、ルカ、シャロは心の準備がまだ。私に何をさせる気？そ
なことまでしてくれると言うのですか。Well, what are you talking about, man? 私何をしたの？すごいです。Whoa, whoa, 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 hey, 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 hey. シャロー？はシャロー気を失っちゃった。私は何をさせられたんだ。え、ドアが開いた。想像で満足したの。とりあえず脱出。大丈夫？おーい、シャロー。あ、ルカにあんなにも強く求められるなんて。もうシャローは身も心もルカのものですね。私何もしてないよ。してないからね。いえ、きっとあれはいずれ訪れる未来です。シャロはそう信じています。私本当に何をさせられてたの。シャロ、どこ行くの。31位の鍵職人さんのところへ。ダメ！椅子たちとの接触禁止！キュー！はぁ？